はい、半幕の本家の半魔王先生です、3部ですね。ということで、アマゾンさんとかビル・ゲイツとか投資家の3位なんか世界一億万長者になってますけど、実質はね、あの私の方がその技術的な思考の仕事創業者としては私の方が上ですよ。パソコンの一番の発明者でもありますからね。だから、あの金も彼らは金持ちであっても、まあ、普通ぐらいの医療しか受けられないでしょうね。普通ですね。だから、金持ちだからっていくらお金出したって、これは医者としてちゃんとした稼いだ本人が稼いだお金であるかという審判しますから。ね。で、盗んだお金とは言えないか、金は。彼らはありますからね。そういう億万長者ですからね。レベルはね、普通の医療で受けられるのは完璧に持ってますよ。ね、だから、そこら辺はいいでしょうけどね。効果に出したからって、彼らの場合はやっぱりちょっと考えますよね。治療できるかって、外国でもね、手が入ってますから、世界中共通ですからね。で、そういうことで日本の医療制度の方はね、しっかりしてんじゃないかと思いますよね。で、日本の医療制度はたった月5000円ぐらい別個に民間の入っておくだけで、保険料が国の健康保険料が7割負担で済むんで、で6割7割で済むんで、出してくれるんで、6割7割出してくれるんで、3割4割ぐらい負担で済むわけですね。で、それでね、民間の保険料別に5000円入って収支で入っておくと、贅沢はできなきゃけれどもね、最小限。停電だな。停電しに起きましたので、ちょっとまたね。